俺やコブ・ブロッホ。俺やコブ・ブロッホは、ノルウェーの数学者、物理学者、経済学者、政治家である。ブロッホは、平坦武将校ヨハン・ヨルゲン・ブロークと、イエン・ロレンツ・アベント・ゼンの子として、フレドリクスタで生まれた。弟は、東洋学者のイエン・スペーター・ブロッホである。彼は、早い時期に、数学の才能を示し、クリスチャニアで学んだ後、国外へ留学した。パリ、ベルリン。 ケーニヒスベルクでの研究を通して、彼は工学と統計学にも興味を持った。ノルウェーに戻った後、彼は友人であり、同僚のハートウィグ・ニッセンと協力して、1843年に自然科学と現代語を重視したハートウィグ・ニッセン学校を設立した。1847年に博士号を習得した後、彼はニッセンと仕事をするために辞任した大学の地位に、 戻った。彼はまた陸軍士官学校で教鞭を取り、1847年にスカンジナビア発の生命保険会社であるヤンシーデを設立した。ブロッホはクリスチャニアの地方政治家として政界入りし、1862から69年に議会で市を代表した。1869年に彼はフレデリック・スタングの第一次内閣で、 海軍大臣に任命された。1871から72年にストックホルム国務院評議員に就任した後、1872年に海軍大臣に戻った。彼は政府閣僚の議会への干渉についての同僚との意見の違いにより辞任した。その後、彼の関心は国際的な仕事に変わった。彼は百七十九年にフランスセーブルにある。 国際の旅行局のメンバーに1883年に局長になった。この仕事はブロッホの人生の大部分を占めていたが1884年に彼はノルウェーに内閣を立ち上げるために呼び戻された。クリスチャン・ホーマン・シュバイガードの4月閣僚会議の崩壊を引き起こした憲法的危機により新たな首相の要求がもたらされた。ブロホは 祖格に失敗し、フランスに戻り、数年後に死亡した。ブロッホは、科学的、政治的な仕事で、いくつかの栄誉を受けた。彼は1849年に、ノルウェー王立学術院の会員となり、1879年に、聖王ラブ勲章第十字章を受けた。国際的には、彼は、フランスのレジオンドヌール勲章グランドフィシエ、スウェーデンの北極星勲章第十字章を、 受賞している。スバルバルの北東島の北にあるブロッコイア島は彼の名にちなんで名付けられている。ありがとうございます。